今年も10月12日から15日までの期間、いなべ市青少年育成市民会議北西支部及び北西町子ども会育成者連絡協議会主催、折り紙と人形劇の集いが開催されました。これは子どもたちの健全育成をはじめ、親子はもちろん地域の人々との交流を深めてもらおうと、毎年各地区小学校区単位で保育園児と小学生、その保護者を対象に開かれているものです。最終日となったこの日は北西町畑公会堂で行われ、84組の親子が参加しました。腹話術けんちゃんと手遊びで子どもたちの心をしっかり掴んでいたのは、子どもたちの笑顔を楽しみに活動しているという北西町大田在住の小川時代さん。さすがの話術にみんな楽しそうですね。笑いで心がほぐれた後はみんなで折り紙。地元の有志で構成された劇団はたいものメンバーに教えてもらいながら、この日チャレンジしたのは折り紙を組み合わせて幾何学的な立体を作る組紙というもの。最初は難しいと躊躇していた子どもたちも、あっという間にコツをつかみ、およそ30分で完成させていました。そしていよいよお楽しみの人形劇です。劇団はたいもの皆さんが熱演してくれました。参加者からは、このような集まりに積極的に参加することで顔見知りが増え、日頃挨拶もしやすくなるという声が聞かれました。地域の輪が広がるこのような集いがどんどん増えるといいですね。人形劇の依頼は随時受け付けているということですよ。